こんにちは、アヒコダンスプロジェクトの小野アヒコです。今日は硬い体をどのくらい柔らかくできるのかという話をしていきたいと思います。そのお話をするのに、まず最初に体の硬さっていうのは遺伝なのか、それとも努力によってその可動域が広げられるのかというお話をして、もし広げられるのだったら、そのストレッチの方法はどんなものなんだろうということをお話ししたいと思います。で、最後にそのストレッチをする時の注意などについてお話ししたいと思います。まず最初のこの体の硬さというのが遺伝によるものなのか、それとも努力によって可動域が広げられるものなのかということについてですが、このことについてボストングローブ紙というアメリカでも大手の新聞紙に、ニューイングランド バプティストホスピタルのスポーツ医学の整形外科医の先生がと記事を載せています。それによりますと、やはり柔軟性っていうのは遺伝子によってその人によっても決まっているということが書いてあります。なんですけれども、その、可動域も、努力によってですね、 20% から 25% ぐらいは、広げていくことができるっていうことが書いてあります。で、20%、25% っていうとちょっと分かりにくいので、どれくらいかっていうことをお話ししようと思うんですけど、まず、ですね、よくバレエでやってる1番ポジションっていうのがありますが、このように手で足を表しますと、可動域ですね、右片足大体45度、そして反対も45度ぐらい開くことが、これが45度ずつというのが可動域になります。なので、合わせて90度ですね。それの大体 20% から 25% っていうと、最大で110度から120度、そのぐらいですね、ストレッチを努力することによって、開くことができるっていうことになります。ダンスで言いますと、アラセゴンドにこう足を上げる高さですけれども、で私の場合もですね、大体このように120度くらいですかねと上げることができるようになったので、最近あまりこうバレエのレッスンしてないんですけども、このくらい上げることができるので、このようなヨガでもそうですよね、このくらい足を上げるのっていうのは割と、努力すれば誰でもできるというようなことになります。そのストレッチを、柔軟性を高めるためのストレッチ方法についても、その整形外科の先生が言ってるんですけれども、まずやり方ですね。やり方は、伸ばしたい部分をストレッチして大体10秒から20秒ぐらいキープして、ふーっとストレッチを深めていくっていう方法、この方法を進めていました。ストレッチを週に大体3回から4回ですね、自分の硬いと思う部分を週3回から4回をやるといいっていうふうに言ってます。で、さらにここでもう一つポイントなんですけれども、柔らかくしたい部分の表と裏両方やるといいっていうふうに言っています。両方ストレッチするといいって言ってます。なので、例えばこの股関節なんですけども、柔らかくしたい場合は、この表と裏っていうのはお尻の方とこの足の付け根の前側の方になりますね。なので、この部分ですね、ストレッチしたい場合はまずこちらの部分を、10秒から20秒ぐらいぐーっとこうストレッチしていったら、次に今度足の付け根の部分ですね、グッとストレッチして表と裏です。これをストレッチして、さらにこっちストレッチしてというのを、2、3回繰り返すっていうことをやっていくと、だんだん可動域が無理なく広がっていくということです。で、もう一つ最後に、ストレッチするときの注意なんですけれども、注意に関して、この先生が言っていることは、その他人とは競争したりしないっていうことですね。
あの人はこれだけできたから私もっていうふうなことを競争しないようにして、自分が昨日ここまでストレッチできたから次は今日はここまで、そして明日はこのくらいっていうような感じで、少しずつ無理なくストレッチしていくことがベストでしょうっていうふうに言ってます。この外科医の先生が言うには、体の柔らかすぎそして硬すぎどちらも問題があるというふうに言ってます。特に体の硬い、筋肉の硬い人ですね。筋肉の硬い人は筋肉を痛めやすかったり、筋違いが起きやすかったりするっていう傾向があるということです。でさらに体が柔らかすぎる人ですね、よくハイパーエクステンションというふうに言ってますけど、体の柔らかすぎる人は各関節をね痛めたりすることがあるっていうふうに言われています。このように人によってかなりまちまちになりますので、ぜひ自分の体と相談しながら上手にストレッチしてみてください。